今だってあれですよね、チームもう悪党に走ったわけですもんね。まっとうな悪党に戻ろうとしている。まっとうな悪党に戻ろう、彼らに対してキムはどういうことを言うのか、ちょっと気になりますよね。確かに、あ、俺アリスについてちょっと聞きたいんですけど、あ、はい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 、僕本当ちょっと申し訳ないですけど、アリスのことよく分かってなくて知らなかったですよ、はい、今日まで、はい、で調べたらその、まあ、過去にもちょこちょことその設定があったりとか出てきてたりとか、はい、でテリーにちょっと憧れなんですかね。以前ガローの頃見たんでしたっけね、はい、そうですね、あの頃は、はい、キムカファンの弟子っていう、はい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 、そういう設定があって、はいはい、で、すごい低い確率で勝利の時に出てくる、はい、あ、そうですよね、砲脚の、はいはいはい、それを、まあ、アレンジして、はい、でスロットの方でキャラとして復活させたのが今のアリスの、はい、なんですけどね、キムとテリーの技っぽいのを持っている可能性があるということで、スロットのアリスとはまた違うことなんですね、キャラと考えていただいて、はい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 、今回のアリス、キャップを被ってということは、まあでも、テリーボガードちょっと憧れをみたいな、なんかそれともそんな話があったんですか。テリーをね、隠して帽子配ってます。隠して帽子配る、今回あれですからね、勝利ポーズの OK の下りがなんか画面下に飛んでましたね。あ、すっごい帽子飛んでる。もしかしてあれを拾ってると毎回の手がかりかもしれないですね。帽子買うお金すごいあるんだよ、テリー。場外ホームランのボールを拾うみたいな。ボールボーイ的な何かがあるんです。もう拾う。はいはい、あの気になりますね、まあ、今回そうですね、ホームページの方ではもうキャラクターっていうんですけど、まあ、今回の25キャラ以外にも、はい、技表が見れるっていうのはあくまで今回の25キャラのだけですね。あ、これですか。はい、はい、あ、そうです。あ、そうですね。あ、他のキャラの技とかじゃ気になる、これ以外で、ギースとかいるわけですね。それで、まあ、あの、まあ話題になってると思いますが、こう異世界チーム、異世界チーム、はい、アリスと一緒にいるナコルでですよ。まさか。確かに KOF はその SNK という格闘ゲームの、ね、あ、SNK の格闘ゲームその集まったお祭りゲームでしたけども、はい、このタイミングでまさかその時代のキャラが出てくるか、びっくりしました。コラボだったりとか、そう、一部ね、あれでナコルが出たとか、なんかこう KOF シリーズ、パワーチャージはあの必殺技にキャンセルはかけられないんで、今あれですね、おとなしくゲージ1本あるときにバスターウルフとかクバーゲーザーにキャンセルした方がいいです。はい、あの、あの配信画面ではない画面で今テレビを見かけたんで、弱チャージは連続技になります。強チャージは連続技になりません。でも追い打ちは強チャージできます。もう完全にテリーを応援する人みたいな、ね、テリーガミおじさんです、はい、そうですね。バックナックルは長期にキャンセルかかるんで、コアコパバックナックル長期とか、はい、そうですね、ちょっと距離が離れちゃったなって分かった時にバックナックルしてバースターウルフとか行ってもらえるといいのかな。発動とかもできますからね、バックナックルから。そしたらですね、また宇田さんがいらっしゃいましたので、はい、はい、またちょっと、まさにちょっと話をしていた異世界チームの話ですよ、はあ、ちょっとなんかでも恐竜の話で盛り上がってます。恐竜もう終わったんで大丈夫です。恐竜は恐竜は恐竜は恐竜みたいな、はい、あ、いいです、はい、はい、異世界チーム、そう、なぜそういうところを、はい、持ってこようとしたんですか。異世界、あ、ナコルルとか、はい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 、とか、はい、でもね、もともとナコルルが KOF に出なかったのって、はい、タイミングだけだと思うんですよ、そうなんですね、実際は、はいはいはい、あの KOF 作ってた時に同時にサムライスピリッツも作ってたんで、はいはいはい、まあ、ものすごい大昔な話ですけど、その時点でサムライスピリッツで人気出てたらナコルルで出てたはずなんですけど、はい、はいはい、出てたはず、はいはい、そうなんですね、はいはいはい、まあそういうところもあるんで、はい、まあキングオブファイターズ感を出すためにはいろんなところがやっぱり出したいなっていうところがまず一つあったりと、あとはレイモンがなってから活躍してたラブハートとかムイムイのところも出したいな。でもここまで出してなくコツに引っ張ってきたんで、はい、出すには何らかの理由がないとやっぱりこうスッとね、はいはいはい、じゃあ今回出る理由が
理由がある。今回はそうですよ、まあ、これはもう本編を話してますね。そう、ストーリーがあるって言ってましたもんね、ちゃんと。今回そうですよね、いわゆるその九八的なそのゴージャスでいこうぜ的な感じなんで、ストーリーがあるという。そうですね、両方今回はお祭り感とストーリーと両方やりたいと思います。はいはいはい。ね、ネオジオフリークにストーリー載せたりして、それ読んでたな。僕も見てましたよ、本当に懐かしい、はい、結構気になりますね。この異世界ってことは、まあ、今後、まあ、こうシリーズ、まあ、こう続いていくにあたって、はい、異世界それこそ方いらっしゃいますからね。あの、そうですね、同じ剣使う結果的な、ね、いや、まあくまで夢のお話ですけれども、はいはいはい、今後シリーズが続くなら、なんか異世界チームのキャラも豊富になってきて、いや、もう、はい、ね、あのちょいもんげとかも、はい、手に包丁4本つけれるじゃないですか。包丁って言っちゃうんだろ。確かにそうですよね、あの包丁つけたキャラもいますし、でナコルルも出て、はい、熱くなってきたらもう、何でも出せますよね。何でも空気になればいいなと思って。あー、そうですよね。まあ、なんか一番リーレッカとか普通にそうですもんね。いや、リーレッカなら普通にいていい気がする。そうですよね、はい、強そうだと思う、はい、あ、アンディ、あれですよ、面白い特殊技ありますよね。面白い、あの、空中で降りてくるんですよね。そうですね、だから空破弾の途中で降りてくることができたりするんですよ。そうです、空破弾のブレーキングじゃなくて下強キックをしてもらうと、下強キック、はいはい、それを空破弾中にも出せるんですよ。そうそう、それです。あれ、画面端で途中で降りてきてコンボに繋がるとかあるんですか。もうありますね。 あります、へぇ。これももう、まあ、僕最初組んでた時はもう、はい、めちゃくちゃやったんですけど、はい、渡辺さんがこれはないやろっつって。でもなんか忍びっぽい、ちょっともうちょっと強かったってことですかね、もしかしたら。今回のアンディちょっと忍者色が強い感じになってる。あとはあの、まあ、13の時もそうですけど、はい、残影剣のシャープさを、はい、今回も、あ、チェーンドライブ、チェーンドライブ初めて見る。あらあらあら、あ、で、ゲージが3本あったから、あそこにクライマックスキャンセルいけたってことですか。あー、はい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 、なるほどな。ハイパーチェーンドライブ、はいはいはい、まだ見てないですけど、演出はどうなんですか。13の時のような巨大な火柱、グローブが暴走して、あー、見たかったな、ハイパーチェーン。え、何、その振りがあるってことはちょっと違う演出になってるとか。それはもう製品版チームですからね。あ、そうですよね。そう、彼が押し切る力を持ってる。なんだ、あ、じゃあ選ん、まあちょっととはいえ、まあ強制できないですし、そう、もう、はい、そうです、もう皆さん好きなキャラと試したい。あ、やっぱ恐竜好きですからね。ダイナソー、シルビー、テリー、ネルソン、ルオン、はい、さあ、最後のキャラは、おお、新キャラ、新キャラで、やっぱり皆さん新キャラ気になるんですよね、動きとか。はいはいはい、いや、それはありがたいですね、やっぱり新キャラ、新キャラをこう使っていただくっていうのは、はいはいはい、やっぱ賭けですからね、これだけ新キャラ増やすっていうのは。本当一気にぶち込んできましたね。過去の系譜でこれだけ新キャラを同時に追い込んだっていうのは何年じゃないかな、はいはいはい、18、9か19から19から一気に入れてくる。だいたい新キャラ入れ替えとか、そうですよね、過去のキャラ持ってきたっていう。バーンナックル隙あんまりなさそうだ、はい、フリーが MD 優秀そう、早い。あ、ラッシュ、ラッシュですね。ラッシュ、あの後、はい、ジャックパンチをしてると今ゲージがなかったり、バーナックルに、なるほど、はい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 、ゲージがあったら、ウルフの方ですかね、ゲージだ、ね、どっちかに、ウルフですね、はい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 、もうネルソンも、なんか先ほどちょっと盛り上がってた、はい、恐竜の作ってたアーティストが、はい、異常なこだわりを見せて、あ、そうなんですね。ただですね、なんか確かにあの、いわゆるタッチモーションであれですよね、常に動いてますよね。そうですね、あの足スイッチしたりとか、はいはい、もうこの辺りもね、そのダイナソーの、あ、お、ラッシュ、ラッシュ今の、これなんだ、へぇ、あれは速すぎて見えない感じです。あ、なんか、ハットリと同じような感じですか。そうですね、速すぎて見えない。義手の方で殴ってるんで、あー、速すぎて見えない。義手の方がすごい速いですよ。あー、そういうことなんですね。あれってことは入れ替わると、そうですね、義手側がこう前、義手側、はいはい、奥の方の手に、そうですよね、入れ替わる、はいはい、いますね。ダイナソー打撃技もあるんですよね。そうですね、打撃技強いはずです、はいはいはい、そうですよね、まああのなんか知ってる、昔知ってたキャラとかなんかちょっと結構昔知ってたキャラ、新手技も強かったとか、そうですね。なんかあの、はい、
昔知ってたから口端でこうチュンチュン進んでくれるってありましたね。ダイナソー今回そういうのないんですか。別キャラですけど、恐竜なんでね、ガブガブいくようなのがついたりとかするんじゃないですかね。はい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 。あ、そしてですね、そろそろあの、まあ、延長戦も終わりの頃かなというお話でございますね。あ、結構ですね、もう7時半だ、まあ、早いですね。そうですね、1時間の予定がまあ1時間半になり、はい、というところで、まあじゃあちょっとこう締めの言葉ではないですけど、まあじゃあちょっと田中さんの方から、お二人から田中さんの方から、はい、どうですか。じゃあ、はい、もうしばらくちょっと忙しい時期は続くんですが、はいはい、8月25日に向けて、確実に面白い作品に仕上げます。ご期待ください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ田中様の方から、はい、そうですね、最後の最後まで、調整して皆さん安心して遊んでいただける KOK を作り上げていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ一木さん、えどうですか、プレイヤー代表ですけど一木さん今日は。そうですね、まあ、家庭用で出るということで、はい、大会とかなんか公式さんであると、はいはい、プレイヤーさんのモチベーションとかきっと上がるだろうから、はい、なんかそういうところも期待して、はい、まあ、ゲームももちろんですけれども、はいはい、その後の展開なんかも期待していきたいなと思っておりますね、個人的には。はい、はい、あとはテリーの寮調整期待しております。個人的な感想ですね。はい、はい、もう私もそうですね、まあ普段はあんまり番組制作というところでなかなかこういう機会なかったんですけどですね、まあ某、ゲームというずっと格ゲー SNK 担当だったので、うん、こういう機会本当に嬉しいですね。まあ、これからもまたこう発売に向けて、まあ、そうですね、なんかいろんなプロモーションというか、はい、我々の会社でも、はい、いろいろだったり、まあ、市木さんの方でもちょっと、ね、はい、ご活躍いただく機会もちょっと、よろしくお願いします。はい、どんどんこう、ね、盛り上げていきたいなと、はいはい、思います。ですね、こちら配信なんですが、まあ、我々のこの話がなくなりましても21時までですね、プレイ映像の方は、うんうん、体験会イベント終了までやられているということなので、ゲームの映像はこのまま、はい、体験会終了まで流れると、はいはい、なので、まあ、私たちの実況というか、まあ、こうお話が、はい、突破となくなりましても、まあ、BGM やそれこそですね、キャラクターボイスだったりとか、うんうんうん、そういうところをお楽しみいただければと思います。はい、ということで、はい、じゃあ一旦我々はこちらで失礼するということで、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。味わってね。どう？満足した？クール。